はい、まあ、素直に嬉しかったですし、まあ、久々の優勝だったので、まあ、いいコンディションで臨めたのが結果につながったかなと思います。まあ、去年なかなかこう優勝できない中で、今年初めて優勝できたのはすごく嬉しかったです。まあ、優勝というところがとても嬉しかったですし、まあ、2024年一発目というのはあまり意識してなくて、本当オフシーズンがない厳しい戦いがここまた1年続くので、しっかりと、引き続き次の大会に向けてという感じです。まあ、本当にユタ君と一緒で、まあ、そんなに気にせずプレーできたし、まあ、去年のマレーシアオープンも2位でいい結果が残せてたので、まあ、いい状態で臨めたかなと思います。はい、まだ終わってないので気を抜かずにやりたいなっていうのと、まあ、4月終わってもそこからシード争いとか、まあ、続いてくるので、そこも大事になってくるのかなと思ってます。まあ、まだまだ試合が続くので怪我をしないように気をつけていきたいなと思います。はい、まだ先のことなのであんまり見すぎてはないですけど、頭の片隅に置いてまずは一つ一つを大切にしたいなと思ってます。レースをしっかり戦い抜いて、その先に金メダルがあればいいなと思ってます。